南ホイール出演アーティスト呼んじゃいました。呼ばれちゃいました。エゴイストジャム、エゴイストジャム大一マンズこと清水大一です。今回は南ホイール2018初出演のゼノにお越しいただきました。それでは自己紹介お願いします。ゼノの元カレこと庄司拓也です。はい、ゼノのボーカルギターの町浦光です。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、結成が2015年9月ということで、これそもそも結成に至った経緯教えてもらえますか。もともと僕の周りの知り合いを集めて、はい、僕がめちゃバンドやりたかったので、ちょっとやってくれへん、曲書くしやってくれたりし、みたいな感じで集まったのが初めですね、はい。で、その時呼ばれていかがでしたか。びっくりしました全然バンドとかもやってなかったので、なんか多分とりあえずのボーカルとして呼ばれたなと思ったけど、はい、私もそれに本気になろうと思ったので、今となったらよかった。こう直接なこう付き合いがあってですか。もうみんな直接の知り合いで、どっちかというと、まあ、友達を集めたみたいな。はい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 。その時のベースはまあ後輩なんで、ちょっと同い年じゃなくてあるんですけど、まあ元々僕の知り合いの同期ばっかり集めたっていう感じですね。でゼロでは、後浦さんボーカリストとして徹していらっしゃいますけど。もう楽器とかはされてらっしゃるんですか。楽器はギターを弾いてて、でもそんな弾けない。じゃあ楽曲を作られてるのどなたが作ってらっしゃるんですか。一応僕が作詞曲を担当して、はいはい。どういう風にこう楽曲って生まれるんですか。なんかこう結構常に生まれるというか、自然発生的にこう、生まれますね。なんかこう頭の中にずっとこうなんかなってるんで、まあ、それを家からってこうまとめて、みんなに提出みたいな感じで生まれます。でもらってどうですか？曲を聴いて。怖い思いをしますそう、どういうところで怖いっていうのがあるんですか？曲自体は怖い感じ。あまり私が音楽聴いてきてなかったので、こんな音楽あるんだなっていうのを毎回曲が送られてくると思います。怖いっていうことですけど。怖いかもしれない。それはどういったこうなるテーマみたいなのがあったりとかするんですか。そうですね、結構グロテスクなんですけど、最近書いた曲だと、昆虫がこう自分より弱いうちに寄生して、その昆虫から、昆虫の中から、その新しい虫がこう出てきて死んじゃうみたいなテーマにしてたりとか、あとは、まあ、男女のもつれです。勢い余って殺人事件になっちゃいましたとか、結構頭の中で何か勝手にそういうこと考えてるので、まあそれがこう曲になってて、そういうテーマですね。わかりますわかります。これはね、ゼノのこの世界観をね、ぜひとも楽しんでいただきたいなと思いますね。これまでのミュージックビデオ2曲、YouTube の方で見ることができるんですけども、この美術館っていうのは本当素晴らしいですよね。世界観っていうのが。ありがとうございます。いやこれはどういう時にこう生まれた曲なんですか。これは結構こればっかりはちょっと自然というか、こう僕ら暗くてどんよりした曲が多いので、ちょっともうちょっと開けた綺麗な曲を作ろうかと思って、作った曲ですね。なのでこうライブでこう前後の流れを断ち切って、雰囲気をこう少し変える時とかにこう持ってくることが多いというか、そういう流れとかを意識して作りました。なるほど。で、もう一曲上がってるのが帰省ですね。はい、はい、これはどういう時に生まれたんですか。これはそのさっき言ってた昆虫が帰省するみたいなのを、なんかこう見た時に、これ曲にしようと思ってできました。その発想がすごいよねそうですね、なんか何でも音楽にしたいんで、
なんかこうちょうどいいかなと思ってやりました、うん、多分誰もこれをテーマにはしてないと思うので。あ、なるほどね。そういうのテーマにしてないところで自分が見たところでこう感じるところをフューチャーしてくるっていうことですか。そうですね。あ、もともとその音楽をやるきっかけっていうのはどういったアーティストからきっかけだったんですか。もともと僕中学生の時に、あのディル・アングレイっていうロックバンドをやって、そのバンドのライブによく通ってたんですよ、はい、それで、まあ、ステージでこう弾いてる姿、歌ってる姿とか見て、僕もちょっとバンドやりたいなと思って、まあ、そっからこういろいろやって、今みたいな感じになってますね。ゼノのライブね、ぜひとも見ていただきたいんですけども、特に庄司くんの足元、えげつないですよね。そうですね。ね、言われるでしょ。重たいです。ね、エフェクターボードだけでもめっちゃでかいもんね。多分このテーブルよりでかいと思いますね。ですよね、はい。多分幅もこれぐらいありますもんね、普通に。で、いっぱいエフェクター並んでますもんね。みっちり並んでますもんね。みっちり並んでますね。あれ、何がどうなってそうなってこうなってああなってるんですか。なんか、なんでしょう、こう大きいサイズのものがなんか多くて、買うものが、たまたまそれが手に入った音だったんで、はい、なんかそんな感じにしてたらなんかすごいみっちみちになっちゃったっていう流れで、なんか勝手になりました。気づいたらそうなってた。そうですね、気づいたらでっかくなって。ここからまた増えていくことあるんですか。ないかもしれないですし、あっては困るんですけど、あってしまうかもしれない。それは曲を作ろうと思った時に必要だからで買っていくんですか。そうですね、基本的にそういう流れですね、曲作ってこんな音欲しいな、あ、じゃあ持ってないから買うかみたいな感じで買うみたいな。あー、なるほど。それはなんかこう動機で足していくとかではなくて。そうですね、なるべくこう動機別に嫌いではないんですけど、なるべくこう、あ、この音ギターなんやみたいな感じ好きなんで、なるべくこう実際に自分の手元で出したいので、まあ、買っていくって感じですね。ああ、もうそれはこだわりですね。そうですね、趣味ですね、もう完全に、もう趣味の世界です。でもよく動機ですかって言われません。そうですね、全く動機使ってないんですか、みたいな。あ、そうなんです。いや、でもそうですね、それぐらいこう音作りにこうこだわっていて、しかも全部の音がこう綺麗に抜けてるなっていう印象があって、やっぱそこがやっぱその世界観をね、ゼノの世界観を作ってるところじゃないかなというふうに僕は思うんで、ぜひとも、ね、チェックしていただきたいなと思います。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。また動画作成の励みになりますので、コメントもお待ちしております。そして紹介してほしいアーティストがいましたら、ぜひ教えてください。じゃ、またねー。